4月19日投開票を迎えます。大東市長&市議選なんですけども、あまりにも違法な、ね、選挙活動が多いので、ここでまたまとめてお知らせをします。ちなみにこれ私のブログなんですけども、ね、これ、当時雪乃さん議長をやって、まあ、秀夫普通の市会議員なんだけど、書類送検を私が刑事告発をいたしましてさせたという事例です。これは2015年ぐらいから、もうこの時3年経つんですけどね、ずっとこう看板を違法やから撤去せえというようなことを言うておったんです。それに対してもうずっとほったらかしにしてる人が多かったのでね、でもうあまりにもひどいので、このタイミングで告発をやったという、この方は雪乃さん議長ですね、こっち秀夫ですね。でどういう状態かというとですね、これ、だんじりの提灯なんですよね、検討なんですわ。で一個一個がこれお金を払って検討をしてですよ、でそれがだんじりの運営資金になったりもしてるんですけども、これもちろんこれ地元ですよ、この二人はね、磯の上というところの交差点なんですけども、でこれまあよう見てもうたら分かるんですけどもね、これ下はね誰もこれスポンサーがついてないんです。こっから上はスポンサーがついてますよ。なんでここ使えへんか、ご神道になってるかって言ったら、これ見てください、かぶってるでしょ、ここもね、かぶってんのにそんなとこへ金払って自分のとこのまあお店とか自分の名前の宣伝とかね、そんなことする人いてますか、おらんでしょ。でこういう祭礼をも邪魔するようなね人間で、でもうこの人なんか雪本さんでも団地の前に立ったりはしてましたよ、役になってね、栄光なのか総括なのか知りませんけども。で秀夫も8匹でうろうろうろしとるからね、ボケ老人が徘徊すんなって何遍も言うたってるんだけども、そないして祭りの時だけシャシャリ出てくるわけですよね。ほんでこないしてお邪魔すんのかいというお話でですね、で今回はそういうような、まあ祭りの邪魔してるわけじゃないけどね、違法看板があまりにもあるのでお知らせをします。まずはこれも動画再生しませんけど、これ中川さんです、自民党のベテランの議員ですね。これも明らかにこう分かるでしょ、駐車場ですね。でこれ事務所に建てなあかんのです。だからチェーン店のコンビニとかね、あんなとこに建てたらコンビニの中で講演会活動をやるわけないでしょ、事務所機能なんかないんです。で家なんかにしても多分角っこの家とかね、そういうとこで看板つけてなって言ってつけてる例が多いんですけども、建物があったり店の場合には一定は私もそら、まあ、しゃあないよねというか目こぼしする場合がありますけど、これ明らかにあかんでしょ、これもね、この駐車場、これもこれもね、駐車場もこれも駐車場、これだんじり小屋でしょ、これね、これダメですよ。ほんでね、この人ね、なかなかひどいのはね、これね、こっちも、これも駐車場なんですけどもね、この駐車場の看板においてはですね、後でまたこれも説明しますけども、これ市場のあって JR の駅のそばなんですけどね、これよう見てください。これ商標というもんがあるんです。で、これは大東の市議会では、選管ではですね、わかりやすいようにピンクにしたって言うんですよね。ピンクどころか何もないね。で、これ駐車場やしね。二重のこれ違法やっていうことですよ。で、これもひどいね。これ選挙期間中ですよ、言うときますけど。選挙ポスターみたいなやつをそのまま貼って、これ、前に使ったやつでもないんやろうけども、こんなもう明らかに誰が見たって、これ選挙ポスターと見間違うようなね、そういうもんを二つもこれ貼ったら、ほったらかしに貼ってるというような感じになってますね。ちなみに、これがだから今回の市議の選挙の分ですね。で、これね、似てるでしょ。こちら大東の市議選ね。こんな感じで皆さんおやりになられてますということなんですけども、上から順番に行きましょうか。維新行きましょうか。維新、自民党ついてからね、自民からね、これね、これ北村さんね、この人市会議員ですよ。これ北川さん、これ衆議院の候補ね、
で、これ、阿宝さんね、麻生さんって言えへんのは、ヒゲの隊長、佐藤正久さんが、我が党では麻生さんのことを、阿宝さんと呼んでますということをね、おっしゃってたんで、その流儀に従って、阿宝さんと呼びますね。これ、安倍ちゃんで。こんな感じ、全然ダメね。はい。でですね、このついでやから、やっとこう、これね。これ、新人です。で、東坂市長の事務所の真前に事務所を構えてあります加納さんです。130キロあるらしいですよ。でかい方ですね。さっきの北川さんね、ほんでこっちが参議院ね、まあまあやじを飛ばして後で謝罪しとったけど、でこっち側は民衆党系ですね。これ水越さんとこうやってある。もちろんこれダメですよ。これは OK なんです。衆議院の選挙はいつ行われるか分からんけども、期限は来年の冬でしょ。ほんならその半年前に一人のポスターはあかんようになるってことなんです。ほんでだからこうやって2人とか4人とかね、こういうポスターにして、これは告示日の前日まで貼れるんです。だから告示日の前日までにはこれ剥がしとかなあかんのですけども、剥がさんと選挙にずっと突入するというね、そういうことをこれわざとやってるんですよね、多分ね。でそういうことを自民党がやるんやったら、もちろん維新も負けてへんでということでですね、これですね、これ中村君ね、中村君と吉村知事と小藤田さんは衆議院ですね、はい、でここ3人維新がいてますので、原田君のどこ行ったかな、これか、原田君、じゃあ小玉君ね、小玉君ともね、もうこれ何枚かありますからね、小玉君の別のところも見てますからね、小玉君と藤田さんという取り合わせね、これ何枚かあるやつ、これこのコカコーラ貼ってるのこれあの小玉君ですよ。ほんで小玉君のとこには人手が足らんということでですね、橋本さんという方が応援に来られてます。不義なんですけども、この人ね、これは維新の名刺になってますけども、今は自分の講演会の収支報告を提出をせんかったということで新聞に載りましてですね、でこの方は今維新ではございません。でも原田君の車に乗って言うてんのは、身を切る改革維新でございますみたいなことをねやたら言うてるんで、橋本さんを見て分かる市民はいてますので、あいつ今維新ちゃうやんけと、何をしゃしゃり出てきとんねんということをね言われたりもしておりますね。でもう一人の人がこれ石垣さんね、これ面白いからこれ見てください。これ三河のとこの川沿いの長屋です。で、これのもうちょっとこっちが北川の方に行けばですね、ですね、ネトウヨの和田さんね、宮城県の和田参議院議員の商標が切れた看板を置いてたとこです。でこの石垣さんの看板、顔にこんなことされてるけども、これ生きてますからね、この看板としてはね。で生きた状態なんだけど、これ見てくださいね、はい、29年って書いてるでしょ。これの次が分かりやすいようにピンクにしたっていうやつですよ。で備えしてなってませんから、もう明らかにこれも違法なんです。看板はほんにこう12枚しかないんでね、管理監督ちゃんとできへんのかということになってきますよね。でですね、今日、維新も言ったら共産党も負けてへんでということなんですよね。これはい、天野さんね、この人共産の市会議員です。で山下参議院です。でこういうようなやつを置いてると。で共産党は2人なんですけども、もう1人も負けてへんでということで、この人市議です。これ2枚使って、これこのあのなんか不自然なね、これなんでこんなポスターに使ってんのかなと思ったんだけど、彼女のねポスターね、もう一回見てもらいましょうか。なんかこう不自然な顔やなというふうには思うんだけど、なんか不安げな顔でね、みんな笑顔でしょ、笑顔やね、なんでこんな不安げな顔のポスター使ってんのか不思議やなと思って見てたんですけども、でですね、この浦崎さんは看板もございまして、この看板がですね、これが
違法なんですよ。はい、一瞬で通り過ぎてしまったんで、もう一回戻しますね。これね、これ見て、駐車場でしょ、明らかにね。これ多分共産党の車なんでしょう。これ駐車場に看板つけたら開きませんよと。こんなんまあ分かってるはずなんだけど、あえてみんなやってんか、私もやってええやんということでやってるんでしょうけどね。はい、ダメでございます。で、その次がですね、下の方に行きましょうか。もうあまりにもメインイベント面白いやつがあるんでね。あ、中川さんの先忘れました。これね、明ちゃんと一緒に、これだいぶ古いですね、色落ちしてますからね。まあ、4年は経ってないと思うんやけども、まあ、これいつまでも、これ、四条の宛ての駅の山っかですね、いつまで置いとくねということですわ。でですね、これ、ネトウヨ不動産屋の三城さんとこの息子ね、今リーフを選挙会使ってますけども、これ こっちやねんって言いたいんかこっちやねんって言いたいんかようわからんけども、この看板のね、立ててるとこがですよ。まあ、どっちにしたってこれ両方ともこれモータープールですから、これ駐車場になってるんで、これダメですね。こんなんは誰かほんまに教えたらなあかんでね。パイセンがみんな違法なことやってんだから、それは新人出てきても、この人新人ですからね。親父がネトウヨで、親父は通らずにもう諦めたんでしょうね。で、彼が出ることになってるんですけどもね。でですね、どれ行ったかもわからんようになるね、これね。この中村さんのやつも、これもダメなんです。中村さんどこ行ったかな。これね、ここ駐車場なんですよ。これ中村ね、中村優子さん、これ自民党です。この人のやつも、これここが駐車場になっておりますので、シャッターガレージになってますから、こっちはったこれね、シャッターガレージになってるでしょ。はい、これも全然ダメね。この事務所になってるわけがないんですよね。で、彼女のはもう一個ありまして、ここにもございます。はい、これ市役所の前、ずっと出てきた通りね。で、ここにもあるし、北川さんっていうね、衆議院の候補予定者でしょう。この人もあるし、これ東坂市長ね。で、上が市長のやってるというか、市長の家業のね、三住建設ね。こんなもん、これ、駐車場で、これ物語やからね、事務所じゃないからね。で、自民党として政府与党ですよ。政府としてこういうことをあえてするように指導をかけてんのかということです。これはもう安倍ちゃんに答えてほしいよね。ほんまにもう恥ずかしい限りなんです。で、市長はね、これもやってるんです。これがだから、この選挙のチラシなのかどうなのかわかりません。証紙見ましたけど、証紙貼ってるようではないんで、裏に貼ってるかもわかんないですけどね。で、明らかにこんなもん、違法も違法でええとこですやん。なぜかこの朝日新聞撮ってんのに、こっち側の自公推薦の市長を応援するというこの家なんですけどもね。でね、これ、現在出てんのはですね、これ市長の方見せますね。これ二人なんですよ、候補ね。で、片っぽが違法なことやってんだから、もう片っぽもやるよね、と思ってるわけです。で、探したんだけど、ポスターも一枚もないんです、沢田さんのやつはね。で、沢田さん自身がどういう方かと言いますとですね、沢田さんは、これですわ。維新で府議に通ってたんだけど、そこで、人間の数減らすぞっていうことをね、やったわけです、維新自身がね。ほんなら、もうやめじゃって言って喧嘩してやめたといううちの5人のうちのお一人なんです。でもう一回府議に出るんだけども、さっきの橋本さんね、この人を立ててくるからね、資格で。でこっち側に、まあ、看板ある方に負けますわ。で負けて翌年に市議に当選をしてやりはったと。であまりにも東坂市政が具合が悪いということでね、お出になられてるんですよ。でポスターがあったんやろなと思ってたら、こう見たら、フェイスブック見たらありました。この森本さんという方とのこのツーショットのポスターがあったみたいです。
でも1枚も見つかりません。この森本さんって何の人かなと思ったら、四条縄手の自民党の市会議員なんですよ。で、なんか森ってついたら、なんかみんなこの森森っていうのは好きなんですか？な元気森森ね。大好きですね。で、この人ね、共産党も自主支援をしてるんです。で、まあ、相手方の東坂さんが自公の推しだからね、まあ共産党も自主支援をしてるんでしょうけども、選挙カーなんかとすれ違ったらですね、こういうことを言うわけですね。水道料金の値下げを4ヶ月間できへんのかということでですね、これ基本料金を値下げを基本料金なしにするって言ったかな。で、そんなことできんのかいと思ってね、これコロナの影響でやるっていうことを言ってはったんですけども、ほんまかいなと。新聞をね、新しく取るときに何ヶ月無料にしますからみたいなことをよう言うでしょ。そう、同じようなことを市長公約でその適当なこと言うてええんかと思って、ポスターのこともあるんでね、事務所に聞いてみました、沢田さんのとこに。ほんならポスターはもう全部きれいな選挙するために全部剥がしたって言うんですよ。で、300貼ってたりだかな。で、こう水道料金のこんなもん、もう、これ適当なこと言うたらあかんぞって言って言うたら、いやいや、適当なことちゃうかなと。ちゃんと役所で確認取ってますということを事務所の方でもおっしゃってたんでですね。ほんなら、まあ確かにこれは市長に当選したらやるんでしょうね。はい。だからこそこう共産党が推してるのかもわかりませんけどもね。でもう一回またこっちに戻りますね。戻って、あ、そない言うたらですね、維新の新人の方をお忘れをいたしておりました。これなかなか見つかりませんでして、このポスターね、探しましたよ。ほんまにバラ色の人生みたいなもんですわ。探して出てきた木田さんね。で、これ金曜日ですからね、もう最後の最後までご来して貼ってあるということなんです。そんで木田さんどんな人かいなと思って見たんだけど、木田さんってね、これかな。木田さんは東大阪のエビ石材店のとこ、これ出てくるから、これ多分この人だと思うんですけどもね、意識なんで、普通これ食住一帯やと思うんで、東大阪に住んでたんとちゃうかな。でもそれが、大東の JC なんかもしてるから大東に移り張って今回出張ったんかなということです。まあただ維新はね、住所をほんまは市内に置いとかなあかんのに、全然別の市に置いてね、落下さみたいなことする人多いので、ほんでそれがバレて失職してる人も何人もいてますから、そういうことのないようにお願いをしたいところでございます。ということで、それではメインイベントに行きますか。ああ、これも忘れとったね、これ忘れてました、ごめんなさい。天野さん、共産党の方ね、ポスターもあかんで2連でおいでということを言うたけども、これ看板もあかんで、これ駐車場ですからね、ダメですよ。で、商標の話しときます。このピンクの商標、これが今有効の商標です。ピンクの門がない看板は全部期限が切れてると思ってください。で、この方、品川さんね、このもうポスターのね、これがね、なかなかこれあざといなというふうに見るんですけどもね、これ民主系の方ですね。で、この方は、島さんは四条縄手の国民民主の方です。まあ、これは明らかに選挙期間中、選挙期間中しか私言ってませんからね、これ違法です。はい、世襲なんでね、世襲だからまっすぐ前にまだまだ走り続けますってこう言うた方がええんちゃうかな。無所属とそのまっすぐ前の何の関係もないんでね。あ、言い忘れましたけど、あの中村さんも世襲ですよ。中村、この人ね、中村優子さんね、この人も世襲ですね。で、メインイベントに参ります。お待たせいたしました。メインイベントはですね、コウモリ島でございますよ。これほんまにね、だいぶひどいよこれね。で、まあこれは疑惑の息を出んねんけど、これ公の掲示板ちゃうかっていうふうにもね、思わんでもないんだけど、こういうことをね、これ公の掲示板であれば大問題ですね。ほんでこれ敷地の立ってるとこはほんまにこれね、これなんでそんな言うかっていうと、公のこれ看板でしょ、これね、こっち側の地図は。それと同じようなとこに立ってるでしょ。
なら公の敷地内にこれ建てないかというのと、公の掲示板じゃないのということで、二重の疑いがあるということなんですけどもね、もうまだまだこんなもんじゃございませんよ、ほんまにね。これ、ひどい人ね、ひどい人はこの人なんですわね。大東市議会の図書室に自分のポスターを貼り散らかしとる、この深井議員ですよ。で、これ何が問題やねんっていうのね、これ貼ってるとこ問題ないですよ、別にね。まあ事務所機能があるかどうか別にしてね。見てください。平成23年、8年、まあどっちでもええけど、明らかに切れてるやん、何年も。で、ようこんなもんほったらかししようなというふうに思うんですよ。これ、この人らも政府与党ですからね。政府与党としてこういう違法を行いということを指導してんのかということで、これどこにあったかというと、この寺川四丁目というところにね、これありましたんで、ぜひともご確認をいただきたい。で、こっちがあの、南楠の里町の、これ3って書いてますけど、こトタンがずれてたんで、ね、一丁です。一丁にあったんはもっとひどいですよ。はい、これ見てください。これ市議時代の看板ですわ、パソコンおかしなったけど、市議時代の看板を置いて、もうおかしなってもうたからこのまま行くけどね、市議時代の看板不義にもなってますから、少なくとも4年間は立ってるわけですよ。で、彼女のこの看板の商標ももちろんこれ切れてます。市議時代の看板をこんな切れたまま使ってね、もうむちゃくちゃやないかいということで、さすがコウモリ党ということをお知らせをしてですね、府議もダメなら市議もダメということで、ちゃんと是正をするように選管にも言ってますけども、よろしくお願いいたしますよ。